ユレックスプランツスタイルユレックスでございます。皆さん植物ライフは楽しんでいるでしょうか。さあ今回は1万円企画やっていきたいと思います。1万円企画というのはですね、1ヶ月に1万円のお小遣いだったらどれだけの植物がね変換できるのかという企画なんですが、この動画を通してね、植物好きの方、そして初心者の方も含めて新しいね発見、そして今回私がね購入してきた植物はホームセンターや園芸屋さん、そしてお花屋さん、マルシェなどのイベントのところで購入をしてきました。それぞれのね販売のね仕方とか大体の相場であったり、植物をね購入するにあたって皆さんにね何かね参考になるようにねいろいろとねお伝えをしていきたいと思います。はい、それでは VTR スタート。はい、早速ね今回1ヶ月で1万円でゲットしてきた植物たちです。はい、こういった感じでねそれぞれサボテンやマンガベやアロエやユーフォルビアね、開墾植物などいっぱいあります。それではね一個ずつ紹介をしていきたいと思います。はい、まずね紹介していきたいのはこちらのサボテンのねオブレゴニア属の定冠というサボテンです。すごいねこの形状がねかっこいいですよね。色合いもすごくかっこいいです。このサボテンはすごくね成長スピードが遅いんですよね。なんでゆっくりね育てていくというねタイプの育てんです。植物ショップ店さんで購入をさせていただきました。こういうね植物ショップ店さんはねこういうねしっかりとしたねラベルもついて、原産地メキシコとかねこういう原産地もちゃんとついています。そして裏側にはねサボテン科のオブレゴニアのデネグリというねこういう風に名前もしっかりとついております。はい、続いてこちらがねギムノカリキウム属のバッテリーというねサボテンです。この青色のね光沢、そしてこのトゲがねすごいかっこいいですよね。ギムノカリキウム属はねやっぱりこのね量のこの形状が特徴的で、すごくコレクションしている方も多いのではないでしょうか。こちらはね園芸屋さんで購入しました。ほとんどねもう土は赤玉土が多いんじゃないかな。もうでちょっと金松土が混ざってる程度ぐらいだと思います。このようにねやっぱね園芸屋さんとかお花屋さんとかによってねやっぱ土の配合とかそれぞれあるので、購入をするときにねどんな配合で土があるのかなっていうのを見るのもね一つ購入するときのポイントかなと思います。こちらのねギムノカリキウム属バッテリーもすごくかっこよくておすすめです。はい、そして続いてがこちらが同じサボテンのアストロフィツム属のスーパーカブトです。アストロフィツムというねサボテンの一つの属の一つなんですが、こちらはすごくねマニアの方やコレクションをしている方もすごく多いのではないでしょうか。こういう風にね真上から見るとねすごく綺麗ですよね。でこのね白いね V タイプと言われるね V の形した形状はとても市場価値が高いです。そして特に今回ね私が購入したこちらのスーパーカブト、スーパーがつくカブトはねすごく市場価値が高いです。相場でもだいたい3000円以上はすると思います。はい、で V タイプとかになるともう万円とか数万円っていうね形状になります。はい、そしてこちらまた同じくサボテンのマグニママですね。こちらはね三河サボテン園さんというね、サボテン園さんで購入したサボテンです。すごくね立派なサボテンですよね。こういう形状、そしてもう花がね咲く花サボテンでもあります。サボテンの中でもねこういうお花を咲くタイプがあるので、花サボテンを楽しむというのもねサボテンを楽しむ一つでもありますね。こういうねやっぱサボテンさん専門の方もプロの方が育っているので、鉢とか土の配合とかもねすごくこだわりがありましてね、でもう株の状態もすごくいいです。やっぱねいろんな園芸屋さんとか売られているのももちろんいいものもあるんですが、中にはねちょっと株の状態が良くなかったりするんですが、生産者の方のねところで、購入をしたりするとねいい状態の株がね、ゲットできるのでいいかなと思います。はい、こちらがねサボテンのねマグニママです。はい、続いてねこちらがね
マハラジャ、ユーフォルビア属のマハラジャですね、はい、ユーフォルビア属はね、多肉植物の一種で2000種類以上ありますが、こちらはね、イベントで購入をしたものです。マハラジャ、大きさ的にね、これぐらいの自分の手の大きさぐらいの大きさで、こういうちょっと扇状のね、形の特徴があるのはこのマハラジャですね。イベントで購入をしたので、園芸屋さんとかで購入するよりかは少しお休みで購入ができました、はい、こういうね、植物のね、マルシェなどイベントでね、購入をするのもね、日頃購入するよりもね、少しお安く手に入れることもできるので、ぜひね、足を運んでみるのも面白いと思います。はい、そしてまたね、ユーフォルビアのね、こちらがソテツキリンですね。もうパイナップルのようなね、形状をしてますよね。で、葉っぱがとても綺麗ですよね。シャープな感じのこのソテツキリン、結構ね、人気の高い植物だと思います。こちらはね、道の駅でね、購入をしました。道の駅でもね、たまにね、植物を販売しているところがあるので、皆さんぜひね、道の駅とかに行った時にはちょっと植物を探してみてください。で、私が行った道の駅ではね、このね、地元の地域の方の生産者さんがね、販売しているということで、かなりお値打ちなお値段で購入ができました。うちのね、この配合がね、このようにね、生産者さんのこだわりなのかもしれませんが、ちょっとこういったね、土の配合も砂利が混ざっていたりとか、ちょっとまたね、それぞれいろんな、やっぱ生産者さんによってこだわりがあるので、購入するときに面白いですよね。こちらがね、ソテツキリンです。はい、そしてこちらまたユーフォルビア属のテッコルリコウというね、こういったユーフォルビア属の中でもテッコルリコウというね、交配種のね、こういったユーフォルビア属もありますね。この子はテッコウマルとね、こうルリコウのね、交配種というふうにいろいろと書いてあるんですが、ただね、これね、実は本当はこの交配種はガビザンというね、種類のはずなんですけど、このね、ラベルにはテッコルリコウと書いてあるので、このね、ただまあ、ユーフォルビア属の交配種もいろいろとあるので、調べてみると面白いので、ぜひね、多分おそらくちょっとこの交配種ではないと私は読んでるんですが、こういうね、ユーフォルビア属もいろんな交配をして、こういう風にね、園芸店にも売られているので、またそうやってね、自分で何の交配なのかな、交配種なのかなって調べるのもね、楽しみの一つだと思います。こちらがテッコルリコですね、はい、そしてこちらがね、シラカバキリン、これもユーフォルビア属のシラカバキリン。このね、シラカバキリンはね、白いこういう色の形状がね、白色をしているのこの株がね、特徴的ですね。結構ね、このシラカバキリンね、人気の高いものです。こちらはね、園芸屋さんで購入しました。園芸屋さんがね、多分書かれたと思います。こういう字でね、書いてる白樺キリンっていうね、見るのもね、個人的にはね、こういう生産者さんとかこういう園芸屋さんのね、独自で書いてあるこういうラベルを見るのも僕個人的には好きなんですよね。はい、この園芸屋さんはね、結構読みやすいんですが、中にはね、すごくもうなんて書いてあるかわからないみたいなラベルもあるので、そういうのも一つ面白いなと思うんですけど、こういうね、園芸屋さんで購入した白樺キリンの土はこういったタイプですね。水はけがね、ちょっとね、あんまりちょっと良さそうではないので、ちょっとこれからね、自分のね、持っている土でね、この子はちょっと植え替えをしてあげようかなって僕個人的に思ってます。このね、白いタイプのこういった形状が、ね、白樺キリンです。はい、そしてこちらがね、この植物パキポデュームですね。こちらがね、パキポ電子フローラムって書いてありますね。こちらもね、実はね、道の駅で購入をしました。かなり、市場園芸屋さんで買うよりかはすごくお安く手に入れることができました。で、同じね、生産者さんだと思うんでね、この土の配合も同じ感じですね。ちょっと砂利みたいな感じです。水はけがね、よくしてありますね。はい、これは多分生産者さんの このこだわりでこういう土の配合になると思います。こういうのもね、一つ見るのも面白いですよね。このね、パキポデュームというのもね、いろいろなね、種類があるので、それぞれのね、
良さがあるので、いろんなね園芸屋さんとかで行って皆さんねぜひね、こういうパテポリウム、お家にね一つあるとすごくいいと思います。このトゲもねこうチクチクしてて、ね、すごくいい感じにかっこいい。でこれがねだん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 開根をねこうやってだんだん肥大化していくんですよね。ぷっくりしてくるんですよね。ぷっくりしてくる。これがねこのパテポリウムのね開根植物をね育てていく楽しみの一つでもあるので、はい、これからもね僕もちょっとこのとっぷりした開墾を目指してゆっくり育てていきたいと思います。はい、パキポリウムの電子フローラムでした。はい、そしてこちらがアロエです。皆さんアロエのイメージってなんか緑色でなんかねこんな溶け溶けてほしいイメージないじゃないですか。で僕もこれをねあのアロエを見るまではこうアロエってあまりねかっこいいってイメージはあんまなかったんですけど、このアロエを見た時にめっちゃかっこいいじゃんと思って、このトゲトゲだし赤色のねトゲ、そしてこのねシャープな感じの締まった株、これめちゃくちゃかっこいいですよね。で名前がこれ僕読めないんですけど、読める方とか知ってる方いたらコメントで欲しいんですけど、アロエのね申しこの後が読めないんですよ。なんて感じで読むんですかね。もし分かる方いたらちょっとコメントください。とかこのね形状を見てちょっともしかしたらこのアロエこれ名前これなんじゃないって分かる方いたらコメントぜひください。すごいかっこいいです。こちらはねイベントでゲットしてきました。はい、でちょっとね鉢がね、ちっちゃくて土の配合とかもね、ちょっと水はけがちょっとあまり良くなさそうだったので、ちょっとアロエなどで水はけ良くしたいと思ってちょっと自分の鉢でもうこれは植え替えをした後のものです。はい、かっこいいですよね。やっぱねこのねシュッとしたアロエの締まった形形状、この色合いめちゃくちゃかっこいい一品です。はい、そしてね今回一番のもう紹介しておきたいこちらの植物、マンガベっていう植物なんですが、皆さんご存知ですか。もうこれからね流行る新ジャンルの多肉植物なんですが、マンフレダとアガベの属環交雑というねものによって新しくね新ジャンルの多肉植物になります。こちらのね模様柄の葉っぱがすごくかっこいいですよね。そして少しねこのね肉厚なんですよね。ちょっとやっぱ、ね、この肉厚加減がアガベに近いんですよね。はい、でもアガベよりかは少しちょっとねシャープな感じがします。はい、マンガベはもう寒さ暑さにも強いし、そして成長スピードもねめちゃくちゃ早いみたいなんですよ。で大きい鉢に、植えておけばもうその大きさにもうね1年も経たずにその大きさにドーンとでかくなっちゃうみたいなんで、大きさはねそれぞれ育てたい方、大きく育てたい方はねちょっと大きめの鉢に植え替えてあげるのもいいと思いますし、私みたいにねちょっとこの大きさをキープしたい時はねこの大きさのねシャープな感じの、鉢に、ね、植え替えてあげるというのも一つですね。で私は一応ね土の配合は赤玉と鹿沼、もうそれだけです。こういったね配合で今回私はこのマンガベを植え替えました。もう本当にとにかくこちらがねこれからおすすめの多肉植物、新ジャンルの多肉植物マンガベです。皆さん覚えましたね、マンガベめちゃくちゃかっこいいです。はい、今回ねこのようなね形でね、1ヶ月1万円でねこの子たちゲットしてまいりました。皆さん何かね、参考になればね、すごく嬉しいです。鉢のタイプや土の配合があったりね、株のね状態であったり、いろんなものをね目安にして、購入をするといいと思います。はい、そしてねぜひね、我が家に迎え入れてあげて大切に育ててね、多肉ライフを楽しむとすごくいいと思います。はい、皆さんいかがだったでしょうか。本当にね、様々な植物の種類ありますよね。今回1万円企画で、およそね、10種類以上の植物を紹介してまいりましたが、園芸屋さんやね、やっぱホームセンターやお花屋さん、そして生産者さんのね、ところへ行くとね、いろいろなね、植物と出会うし、土の配合であったりとか、あと鉢の種類であったりとか、でもちろん株の状態であったりとか、様々でございます。なので皆さんもね今回ね、
この動画をねちょっといろいろと参考にしていただきながら、今後ね植物を買うときにですね、何か目安になっていただければ嬉しかったなと思います。今回はね、こんな植物あったんだっていうね驚きを思った方、グッドボタン、そしてねこれからもねこの1万円企画続投してくれと思った方、チャンネル登録よろしくお願いいたします。それではね、皆さん多肉ライフを楽しんでいきましょう。それではまたお会いしましょう。